はあ、よいしょい。ちょっと待ってたんだよな、うん、あ、これ食いたい。どうも、どうも、パテマソ協会です。いろいろ買ってきましたけどね、あれはまた今度。それでセブンイレブンで、セブンイレブンで俺こんな売ってるの初めて知ったんやけど、買ってきました。切り取りだよ。よいしょ。ハムカツ。じゃあちょっと食ってみたかった。ハムカツってな、薄っぺらいのもうまいけどな、この分厚いハムカツちょっと楽しみやな。困れへんかな。ソースいりますかって言われるよね。え、ソースいらんって言うのかな、言う人もいるのかな、ハムカツとかで。あんまわからんか、あんまわからんか、そういうのね。いただきます。めっちゃうまい。ピンタええや、ピンタ合わせてくれや、合わせて、このうまい感じに合わせてくれや。ほたほら、めっちゃいいよ、めっちゃうまいよ。コートフォーカスだな。あ、ビール飲めた。って、いうことで、まっこいけ、やっぱいるやろ。乾杯。あ、効くな。うん、ハムカツっていいです。なんかそれはなんかお肉屋さんで買うイメージしかないやろな。うん、あの薄っぺらいハムがうまいよね。うん、あの薄っぺらいハムカツだ。こういうとんかつソースじゃなくて薄っぺらいね。うん、ビッグカツ的なのにね。うん、あー、うん、最高やね、これ今日買って帰り、今日の仕事帰りなり、学校帰りは分かんない、学生の大学生やったらいいか、酒飲める声だな。ビールとハムカツできれば2枚、うん、もう1枚買っといてよかったと思った。よくね、ハムと目玉焼き、ハム卵さ、ハマゴカツ、あれも好きやな。うん、あれもうまいな。うまい。これまた買おう。原料、原骨麺とかでこっくんは好きやわ。セブンイレブンやるな。ドーナツもうまいしな。うん、ドーナツミスドよりうまいと思う。あっさりして、おっさん向きやな。うん、はあ、聞くな。うん、これソース溜まってくるね。うん、捨てるとき気ぃつけへんかったらゴミ箱ソースまみれになりまして。うん、袋入れとこう。よっしゃ。というわけで、セブンイレブンの分厚いハムカツ、これめっちゃうまいわ。俺絶対買う。まだまだ買う。むしろこの後買いに行くかもしれんぐらい買う。うん、よっしゃ。うまいな。だから揚げ物ってね、ビールいるわ。うん、ノンアルやけどな。ノンアルねんけどな。このビールっぽい感じを飲むっていうのがやっぱりあの満足だよね。アルコール入ってる入ってないのあんま関係ない。それノンアルコールやけど、やっぱあの脂っこさにはこのビールの苦さっぱり、
最高ですね。ノンアルビールとかで未成年飲んでもいいかなって、どうなの、うん、未成年やし、あ、じゃあ私ノンアルコールカクテルで、俺ノンアルドビールでみたいなやつとかで飲むかな、飲み会とかで。うん、あれ、ノンアルうまかったな、最近な。